はいどうもジプシーログです。さあ今日はね坂道シリーズなんですけどもね、その坂道に行く途中にね、ちょっと動画撮ってなかったんですけども、リスナーさんにばったり出会いまして、ちょっとお話をね今したところでございます。リスナーさんね、草刈りマンさんという方で、トライアルとかねやってる方でですね、とてもすごい方みたいなんですけども、今度ねそのトライアル会場にもお邪魔してみようかなっていうふうに思っております。さあということで今日のね、坂道なんですけども、ゆうママさん紹介のね坂道の方をね2つ南部の方いただいてますんでね、そちらを行ってみたいと思います。はい、これねどこだろう、ちょっと本当にね土地勘というか土地の名前覚えてなくて申し訳ないんですけど、平山台だったかな、のね、住宅地の坂がすごいですよっていうことで、そちらの方に向かっております。もう間もなくだと思うんですけどもね。いやでもこの道本当に広いっすよね。地図だとねあと300メートルぐらい、で曲がっていくみたいですね。ここでここから1車線だから、ここのね、はい、今日はいい天気だな、さあ平山台です ね入り口に書いてありました。でこの辺からね上がっていく、もうこのメインストリートの道もねすごいですよっていうふうに言ってました。確かにこれ山の斜面さ、これ一直線に登らせんのやめようよなるほど、ちょっとねドラスターエンジン頑張ってますよ。まだ登ってるよ、これ結構すごいな。こうなそしてまだ登る。この辺きついよ、これ結構すごいね、これもうね山そのままあれ住宅地ねまだ登る、すごい距離あるよこれ。なんか行き止まりっていうか、もう着地点かな。じゃあ今来た道降りてみますよ。では行きます。これさ広くてやっぱしね綺麗に整備されてるからあれなんだけど、でもこれ結構ですよこれ。すごい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 、これちょっと待って、これあれじゃないの、住宅のさメインストリートおかしくねこの坂すげえすげえすげえ、これこれこれ面白いけど、これバスがいるからねちょっとスピード落とそうかなコミュニティバス、マイクロバスですねちょっと視界が遮られてるけどさ、すごいこっちゃねこれ面白いな、すごい、そりゃバスブレーキずっと踏みまくるよね。俺ずっとエンブレかけまくりだもんこれ。降りてきた。なんかすごいね、山がちょっともうちょいしたら紅葉がもっとすごいのかな、そんな感じがしますけどね。はい、ということでね、ゆうママさん紹介の平山台の団地、これの坂道でございました。割と面白かったなじゃあ、次の坂はですね、達也スカイラインさん、という方からのリクエストです。なんだっけな、若竹丸の脇のね、道を上がっていくっていうふうにね言ってましたね。これも南部ですけどもね、よいしょ、若竹丸の、さあこれを上がっていくと思うんですけど、
竿の浦遊園、うん、これ鳥居だけある、大山、え、参道がない、なんかこれめっちゃ山に入っていきそうな予感がするんですけど、ここ自転車用で、これで、ね、これやばいんじゃねえのこれ、ちょっと行ってみますけど、滑りそうよ、これしかもさ山道じゃんすげえ、これは登っていいのかなこれうわへえ、ああこっから先はね林道ですね。はい、ではですね、達也スカイラインさんね、名前確認しました、ごめんなさい、哲也とか言っちゃってごめんなさいね、の坂降りたいと思いますけど、やだなこれ、行きます、やだ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 、ごめんなさい、マジマジマジこれもう、ね、多分時速とかね10キロぐらいしか出てないですけど、怖いよマジ怖かった今の、あー恐ろしい、あー疲れたねえ、ということで、達也スカイラインさんのね、紹介、竿の浦町ですかね、の坂でございました。はい、じゃあ続けてね、達也スカイラインさんからのリクエストがねもう一個あるんですよ、これも近場だったんでそのまま行っちゃうことにします。場所はね、今度ね竹林もうなんつーの、その食い物屋の近くばかりですね、さっきの若竹丸は寿司屋だし、竹林は焼肉屋さんだし、の近くのね坂ということで行ってみたいと思います。この信号を曲がって、あ、竹林あった、はい、じゃあね頑張って行ってみたいと思います。江川の交差点ね、曲がってすぐをまた曲がるって感じ、本当に駐車場の脇から入ってくるね、でね、これ変じゃね、こう上何あんだろう、家かな、行ってみます、すげえこれまりっぽいっすね、これ U ターン怖いんですけど、これねえ眺めはいいんですけどねおー、この辺まではまだいいっす、よろします、眺めいいしでねあそこないっすよね、道こっから見ると行きたくねー、こけそう、ちょっと行ってみますこれも怖え、マジかよこれいやーブレーキ持ってくれよ、おお事故った人いねえのかな、これあの上家ありましたよね、車止まってたよね、はあはい、ということでね、達也スカイラインさんの坂連続2本お届けしましたけど、最初のはねもう住宅地じゃなくて完全に山道だったんでね、ちょっと番外編的な扱いになりますけども、次のはね家ありましたよね、で私あの人ん家の駐車場のところで使ってちょっと U ターンさせてもらったんで、あそこも車が止まるっていうことだと思います
はい、じゃあということでね、今日はね、もう一本、最初も言いましたけど、ゆうママさんからね、2本いただいてるんで、そちらの坂も南部だったんで、そこを行って締めたいと思います。はい、じゃあね、ゆうママさんからの紹介の坂は、病院に、ね、向かう坂ということで、何病院だったかな、東洋病院かな、のところにあるね、坂の方へ行きたいと思います。なんかね、目印人形かなんかがあるって言ったんだけど、あった、ひまわり人形。この坂で目印はね、ひまわりの人形なんですって。すごいよこれ、ひまわり。カメラじゃ映んないかもしれないけど、ひまわりの種の部分、顔が描いてある、アンパンマンみたいな。で、いいねサインをしてくれてる。赤いポール持ってるのこれ何なんだろうね、すごい。はい、ということでね、ゆままさんの坂道登ってみたいと思います。ゆずりは病院、あ、これきついよこれ。大収穫じゃないですか私。これでも病院ってあるけど住宅地なのね、ここね。すごいわこれ。さて、ここ降りてみたいと思いますけど、これもえぐいな、これ。これするよ、する。さあ、降ります。おお。すごい。で、この上は住宅地だよね。綺麗な感じなんですけど、降りてみたいと思います。降ります。これすごい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 、おお、しかも車も入ってきたし、びっくりした。おお、はい、よいしょ、ひまわりちゃんが戻ってきました。はい、ということでね、ゆうままさんのね、坂を紹介しました。ゆずりは病院のところね、まあ、坂もすごかったけどね、一つ不思議が出ちゃいましたね。あのひまわり何だったんだろうなって感じなんですけども、今日はね、そんな感じでゆうママさんのね坂道2本と、撮影アスカイラインさんの坂を2本ご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。それでは今日はね、この辺で終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ジプシーログでした。不定これ、山だってすごいよこれ。毛も生えてるけどさ、目線に揺れ